はい、基本処理です。いつもありがとうございます。6月30日、午後5時ですけどもね、これから晩ご飯をね、作って食べようと思います。あ、そうか、持ってきてなかった。今日はね、母親が今日はですね、まず、ナスとピーマンの味噌煮ですね。これ3時ぐらいにね、作ってくれたんですね。今日食べましょうということで。で、それもいいんですけどもね、ちょっと今日、4時ぐらいにちょっと、こちらですね。チキン、ヤンニョムっていうね、韓国風の味付けのね、鶏肉の味付けの焼肉をですね、買ってきました。半額であったもんですからね、つい買っちゃいましたね。胸肉だと思いますけどね。これを、焼いて、あと味噌汁ぐらいかな。ご飯で、食べていこうと思います。ということで、やっていきます。まずはご飯用意しますか。電子レンジで温めます。お母さんのどうしようか、量、こんなのでいい？あ、いい、それでいい。はい。はい、これは後で温めましょう。はい。火をつけますね。これはブラ。鶏の胸肉は結構食べれそう？たくさんは食べれん。少しもらう。少し？うん。全部焼いちゃうね、でもね。全部は食べないけど、今日。うん。二人で。油が出ると思うよ。もうちょっと入れるか。今日は食欲あるの？いや、わからん。普通だよ。普通、うん。昨日は食欲なかったじゃんね。でもちゃんと食べたよ。しょ。ちょっと見事じゃんね。今日金曜日だよ。今日金曜日。今日金曜日ですよ。今日金曜日だね。はい、この辺を焼いていきます。318g。 これ韓国風の味付けの焼肉って書いてある。ヤンニョンだ。どういう味かちょっと食べてみて。俺も初めて買うで。韓国風、甘辛い感じだと思う。色ついてるね。ん？色ね、色がついてる。甘辛い感じだと思う、うん。匂いからするとちょっと甘辛いで。ちょっと味見で食べてもらって。美味しければもっと食べていいし。これはんでるな。エプロン買わにゃか、そろそろ。こういうのすごい、はねる、うん。白い T シャツに。味噌汁を温めましょう。
もう油が出た。美味しそう。スーパーバローの、味付け焼肉のシリーズですけどね、いろんな種類がありますね。たまに半額でね、あったりするんでね、その時だけ、買ってますね。どうしてもね、魚よりね肉になってしまいますね。最近はね肉の方が安いですからね。はい、味噌汁がもうできた。ちょっと早かったかな。換気扇つけるの忘れてた。換気扇つけるの忘れてた。はい、これでいいでしょう。はい、これ多分やらない。うん。いただきます。さあさあさあ。どんな味か。うん。まあまあ美味しいじゃんね。うん。甘辛くて。うん。美味しい美味しい。肉も柔らかいし、ナスの味噌煮と合うじゃん。おいしい。今日6月30日だけど、2日ぐらい前からエアコン使ってるでね。うん。涼しいよ。急に暑くなったもんね。農協で夏野菜がね、だいぶ安くなったもんだから、だいぶ買いました。ナスとか、トマトとか、ピーマンとか。昔思い出すと、うん、こういうの見てご飯来やへん、隠れちゃって。俺がね、そう、ナス嫌いだったもんね昔。子供の頃の話だな。そうそう。
またナスかっていう時あっただよね。家で作ってたもんだね、ナスね、うん、畑でナスばっか取れてるからナスばっか続く日があったもんで。その頃生きてたおじいさんはあれだ、大好きだもんで、ナス、うん、文句言わなかったら毎日毎日ナスでも、うん、この肉しげちゃん絶対好きだね、うん。二人で美味しいもの食べたときはね、必ずね、しげちゃんに食べさせてやりたいねっていう、話題にどうしてもなってしまいますね。昨日は食欲なかったみたいだけど、夏バテしそうなことない？大丈夫。いつも夏バテまでしないね。うん。食欲が落ちる？少しは。割と食べれるよ。うん。キムチがあるから食べる、うん、お母さんご飯お返しね、もういいご飯このキムチ終わったらまたあのキャベツの浅漬けまたつけるけど、うん、しちょっと疲れすぎてるね、うん、濃いよ味が、うん、はい、最近は白菜とかキャベツのね浅漬けをねずっと食べてたんで、本当にね、3ヶ月ぶりぐらいでね、業務スーパーのキムチ買いました。たまにならね、やっぱり、美味しいですね。晩ご飯後にね、飲むお薬ですね。最近薬の飲み忘れはね、割となくなったみたいですね。これからは夏野菜ですね、きゅうり、トマト、ナスがね、安く手に入りますからね、積極的にね、食べていこうと思います。少しある、少し。銀山寺味噌ね、うん、まだあるにおろしや、うん、
最近金山寺味噌を食べるようになったもんで割と好きになった。もうちょっと浅漬けの方がいいねこれ。うん、濃すぎちゃって。そりゃキムチだもん。うん、濃いさ味に辛いって辛いでも好きには好きじゃない割とね。たこはもある。はい、ごちそうさん。この味噌汁私に作った？そうだよ、美味しくできたね。味噌汁が和言大きすぎる自分で切ったじゃんだってで自分で切っといて自分に文句言わにゃかんで、あ、少ししかない。入れるでいいよこれ。あ、肉いいね。欲しい今だ。ちょっとある。もう一切れも食べる？何を肉？あ、いいいい。ご飯まだ一口あるけど。余っちゃった。残すわけにいかん。ご飯、一口。しげちゃんがよりは食べてくれるんだけど。一口が。しげちゃんなら。これだけ残りました。明日の朝食べます、うん、明日の朝じゃない、明日昼か、うん、これ食べてもいいしね別に明日、うん、いいよ。今日のあのナス美味しかった。うん、うまくできたね。うん、分かる？いつも通りうまくできたよ。うん、今日テレビあれだろ、金曜日だべで、ざわつくなんとかっていうの見るじゃない？うん、そう、7時かな。うん。